この二人は、この秋の主体か。これ、全然どこにあるの？でも正面ですよ。これ、やばい。バリア。バリアや、もう。じゃあ、ハルパチ呼んだらいかんかってことやないか。はあ、私が呼んだのが違う。トラバーが呼んだの。呼んでないよ、来たんや。呼ばれてないのに来たんや、今で。なんか大きな声が聞こえた。なんかね、友達申請されてください。はい。遊び、皆さんのところ行ってもいいですか？はい。あとまだ全然何も。ああ、そうですか。で、ケンさんのところはお邪魔してもらいます。いつから知り合い？今、今。昔は若い子。あ、いや、それがね、私の、いわゆる同業者のところに、いわゆる、もう、すごいエースですよ。弟なのかな。そうだ。エースなのかな。いつかはわからんけど。いわゆる、もう、なんていうかな、時計のバイヤーで結構、いろいろ。そうだ。そう。これで。で、ここでバッグ、あ、ドッキリで。あの人はすごい伝説持ってますからね。幼い頃から。でもだって元気ですもんね。めちゃめちゃ元気。本当に。で、なんか他人も厳しく自分にも厳しくみたいな。私も厳しい。ってことは、要するに、対等と認め、ほら、全然、自分よりも、かわいいかわいいの女性みたいな印象を持ってるのだったら対等じゃないけど、そういうふうな。間違ったことも思ったら、坂本に言われる。なんかまあ、そうなるわ。でも、そういう大人さんを持ってるっていうのは、いい瞬間ですよね。私、弟がいないんですよね。だから、兄がいて、坂本がいて、弟がいて、で、その、弟が、三つ下の弟が直樹、梅ちゃん。で、その下にも弟いるんですよ、ね。大変で。じゃあ、男兄弟の中で。そう。だからこんなんなんです。あ、でもいいと思います。全然、塩らしい。そうだって。何塩らしい。塩らしい女性、今、天然記念物ですよ。天然かな。そう。でも、星野の人って塩らしいですよ。どれだか忘れてたね。ちょっと、あ、それ経歴ですよね。今、本当に頑張っておりますね。いろいろ夢があるんですけど、私が語ったら熱いんですけど、鉄骨業だった。で、やっぱ鉄骨も今時代的に震災もあったから忙しくはなるんですけど、それだけを追わなくて、もう一個別でしたいです。それが、別に鉄も廃材が出ますよね。それを溶かして、再利用して、それで、雑貨を作りたいんです。で、そのデザインを、すごいいろんなところで、学んだり、盗んだりしながら、80個ぐらいデザイン作ってるんですよ。それを、星野の木材を使って、鉄と木材をコラボして、雑貨を作りたい。で、それを、一応絵は描いてるんです。あと作り出せない。それを見せたい。これ80では。あ、自分のみにできますか？自分のみにできますか？自分のみにできますか？あと、餃子屋さんです。だって、これだけだっけ？もう一人。春町ってですね、長者丸の手前。ああ、そうだね。携帯から、吉岡優子の次は春町。で、春町で春町って読むんですよ。ああ、それで福島の春町高校の野球部が当たりましたけど、あそれは春町って言うんだよ。そうなんだ。あ、そのまま春が。だけど、これで春町って呼んでもらえないんで、会社に行った時に戦うんしたら、今度は丸町って呼ばれるんですよ。一応、私が現役で頑張って、私が知るまでに春町って覚えてもらうのが私の心がけですね。一応、確認してもらえるんですよ。特にですね、この、
音じゃなくて、こう、文字になってから、なんか、カタカナのラリッツって間違えられやすくて。そんなもんなんですね。あ、そうですね。もうめんどくさいけど、メールでやるとしたらそのまま。もう無理無理無理。ペット雑誌よ。大好きです。あ、読んでる。すごい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご検索と名簿です。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おお、好きですね。ぶっちゃけ私ね、昨日の夜中に来てた。ああ、そうなんですか上手でやったの。もういいやと思って。まあ、熱々でしょ、ほら。いや、あ、やめ。やめの方。うちの前なんですよ。ああ、これがなんかフラワーなんとか、なんか、ああ、なんかあ、ね、ありますよね。あ、なんか話をちょうど。寂しいんで。何言ってんの僕、今、めっちゃここじゃない。やめよう、本当に。たぶんダメなのと別にして、たぶんじゃ福岡しないから、お手を見に行ってるから。そうですよ、ね。でも、あれですよ、憧れのところですよ、そんなこう。なんですかね、うん。水が綺麗で、空気が美味しくてみたいな。夜にですね、ちょっと仕事が終わらなくなって、会社ちょっとこうやってて、11時半ぐらいに外に出て家帰ろうと思ったら、向こう側の山から、ほい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 、じゃあお時間ですので、始めますよ。はい、ちょっと今日お一人で、ちょっと急な仕事でキャンセルになりましたので、この5名で。では皆さん、ご参加ありがとうございます。よろしくお願いします。たがみでございます。よろしくお願いします。はい。今日はですね、ビジネスと、あ、今日はね、ビジネスを充実させる、まあ、だいぶとも充実するんですけどね、Facebook の初心者向け勉強会ということで、本当基本的なところをずっと今日やってまいりまして、基本的なところをやっていきますけども、Facebook をやっていく上で、肝となるやつを、ね、今日は持って帰る。で、あと最後、Facebook ページを作るので、ね、やってまいります。はい。というところで、はい、今から、田上さんの、核になるところなので、ちょっと記録はやめときます。ねえ、これ、田上さんはダメよね、これ。食べ残しちゃう。食べ残しちゃうのね。ということで、すみません、ここで、ぜひ、田上さんとは、現場を見てください。私の勉強会はですね、